乖乖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 健康快乐乖乖健康乖乖乖乖。ハロー皆さんこんにちは、ドゥちゃんです。ウンカンです。いつも動画見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。前のバックの動画、皆さんみんなコメントしてくださって非常に嬉しかったです。ありがとうございます。本当非常に嬉しかったです。毎日の夜なんか今日はコメント何書いてるかなって翻訳してっていつも言ってて、そうご期待に添えようと思って、パート2撮ろうと思いますんで、皆さんこうご期待でお願いします。あと今日は、台湾のその懐かしいのお菓子を日本人であるウェンダに食べさせたいと思います。これは全部前ウェンダに食べさせたいなと思って台湾から買って帰ってきたんだけど、で今回はショート動画として出せるかなと思って食べてみたいと思います。やめなさい。では先にこちらです。これは結構絶対みんなが好きそうな味で絶対日本はない。これはまずこういうやついねえもん。開けれる、うん、しょうがないな。開けれないじゃん。私でやる。朝飯前だよって言いたかった。パーティー開け。え、あ、これパーティー開けって言うんだ。そう、こうやってこうやったらみんなが食べれるみたいな。パーティー明けです。私も初耳。ティッシュ持ってきていい？いいよ。よいしょ。しゃしゃいや分断女子力高すぎる。私ならこのまま食べちゃう。そこはダメだよな。いただきます。あ、うまい。ほんと？うん、これ私一番好きのポテトチップス。日本のね、九州醤油っていう味に似てる。九州醤油？地方限定でちょっと出てるんですけど、俺広島なんで九州、まあちょっと南の方なんですけど、地元がそこでよく食ってた味に似てますね。あ、でもちょっと臭みがあるね。ないよ。牡蠣のちょっとあるね。臭み出てきた。ないよ臭みなんて。これ臭豆腐味じゃないから。臭豆腐はやばい。あ、でもちょっと臭豆腐にも似てるな。おいしい。早く。じゃあ行く。すずこ、これ私一番好き。さっきも一番好き言ってたよ。いや、あれはポテトチップスの中で一番好き。これは全部の中で一番好きなやつ。おお、うん、マカロニ。なんかガリニック、ガリックの味ちょっとする。おお、うん、これこの味。味じゃない。こんな感じ。这个超好吃，我最在台湾最喜欢。美味しい。本当。なんだろうな、これ食ったことあるな日本で。飲み物飲む？飲むか。うん、入れるよ。女子力アピールしなくていいよ。女子力あるから。皆さんも好きなんですかこれ。 Thank you。 中毒者。 Thank you。 You're welcome。 うん、我在台湾最喜欢吃这个。あと俺の好きなお菓子もルーちゃんに紹介してあげるか。うん、了解して。うん、なんか私いつも台湾に帰って一番大きいやつを買って一日家でドラマを見ながら食べてた。横に投げながら。うん、うん、そうそうそう、そんな感じ。でも美味しい、普通に食べれる。あすごいん。これとアデプちゃんどっちが好き？いや、こっちの方が好き。なんで？一味がすっきりしてる、こっちの方が。うん、あっちはちょっとね、やっぱなんか最後にふわーんって最後残るね、牡蠣が。あんま俺牡蠣好きじゃないからさ。広島の人なのに。そう。みんなに言われる。那接下来我们要来吃甜的。どっち先に食べる？多分この2つ、ぺちゃん絶対好きと思う。俺多分好きだよ、もう、うん、パッケージからして美味しそう。日本人はこういうものすごい好きなの。そう、外がふわふわなやつでしょ。うん、あれめちゃめちゃ好きなの。これはサクサク。え、うん、食ってみたい。あと、はい、あと、この3つの商品、
まあ、同じのメーカーで台湾では一番食品安全を守ってくれてるメーカーと言われてる。へー、うん、そうそう。じゃあこれ、これ先に食べる？出た出た、俺もうこいつ好きこれは何なの、この二文字は。よしよしの意味。あー、怖い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 、うん、あるよ。乖乖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 ，天天都要乖乖，天天乖乖乖乖，你也乖乖，你乖乖乖，我也乖乖，乖乖乖乖，乖乖的世界，乖乖乖世界，大家一起来，大家一起来，そうそうそう，食べてみましょう。やっとか。いや、ひどい。これはなんか。バッタココナッツの味、美味しいよこれ。見た目は結構美味しそうですね、やっぱね。なんもう化粧品じゃないから苦手なんだ。ぶや甘い好きじゃない？個人的に結構好きだけどね。あと次、どれが食べる？いや、これからかな。うん、那我们先吃这个，这个大家一定都知道，对不对？这个就是那个巧克力球棍。巧克力，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 そう，巧克力，巧克力，嗯，巧克力，巧克力。あれ中はもうこれだけなんだ。見せよう。嗯，これ。大家一定不陌生吧？ぴょん。あれサムネイル。食べてみて。あ、でも匂いはチョコレートのいい匂い。うん、うん、どう？好き？意外といける。意外に合いますね、グレープと、うん、これいくらぐらい？75円。うん、安っ。でも美味しい、これは本当に美味しい。好き？これ好き。広島に持って帰って。いただきます。ピヨン。あ、なんか思ったよりちっちゃいね。うん、じゃあ日本はどの？日本のこんぐらい。変わらないじゃん、これちっちゃ。食べてみ。あ、ほんとだ、なんか外サクサク。あ、忘れて、忘れて大家看一枚小泡芙。うん、美味しい美味しい、初初。日本人みんな好きそうな味。でもね、日本の方がもうちょっとあのふんわりしててサクサク感がない。サクサクの方が美味しいかもしれない。うわ、台湾買ったね。次これですね、ラスト。チョコ。チョコプープ。あ、これ開けやすい。これ絶対ミヤ君好きそう。ミヤ君好きだね。この人チョコ一番好きだけど。ルーちゃんよりもチョコ。もう食べない、もう終わり。化粧品取り。うまい。これ美味しい。イメイってとこ？ん？なんで読めんの？いや、イメイって書いてある。うん、イメイ。はい、皆さん、全部食べた、結果なんですけれども、ランキング形式で、6位から1位まで発表していきたいと思います。まず、じゃあ、あえての5位から。5位はズーズーラーゼン。ウアゼン。ウアゼン。ウアゼン。そう、ウアゼン。なんで5位かっていうと、最初は美味しかったんですよ、味は。でも食べていくと、なんか後味に台湾でよく使われる調味料かな、スーッてなんか残ってる感じで、あれはちょっと嫌だったかなっていう印象ですね。私は好きだけどね。はい、続きまして、うん、第4位。うん、うん、ドラゴン。これはね、美味しかったけど、まあよくある味かな。ないないない、日本はないの。続きまして、第3位。でーん。グレープ。アレンジしてる。しゃべれね。単純にね、グレープとチョコがすごい合ってた。美味しかった。これはこれ日本にはほんとない味。はい、続きまして第2位。ズズ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 ズ
一枚小泡芙牛奶口味。ホワイトクリームとあと外のサクサク夫婦がねすごく美味しかったです。最後に6位。あ、なんか違う。あ、台湾の6はこれ。日本の6。そうそうそう。これに今回今度これについて取りましょう。びっくりした。こいつ。これはね超苦手です。美味しいのにね。いやこれはもうダメでした。すいません。1位はもちろんドドン、このチョコレート味。一枚小泡芙巧克力口味。美味しかったです。一枚小泡芙巧克力口味。美味しかったです。那我们今天影片就到这里啦。如果说你还没有订阅我们的频道的话呢，欢迎订阅我们的频道，チャンネル登録お願いします。然后呢，可以按下铃铛接受我们最新的通知。然后呢，如果你喜欢这支影片的话呢，都欢迎帮我们按个赞。で、もしワンダに食べさせてみたい食べ物とかまたお菓子があったらまたコメントして教えてください。また買って帰るので以上です。雑だな。See you next time。バイバイ。ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。